翔平はあの一件以来見違えるように良くなったんだ。2023年も二刀流で野球ファンに感動を与えてきた大谷翔平選手ですが、審判への接し方にも称賛の声が広がっているのをご存知でしょうか。ある出来事をきっかけに審判への接し方が変わった結果、成績の向上につながったと分析するのはネビン前監督。野球の技術以外にも類まれなコミュニケーション能力や人柄がリスペクトされている大谷選手ですが、審判への接し方にどのような変化が見られたのでしょうか。そのヒントは開幕直後の打撃不振に隠されていました。予想外、開幕からのスランプ。打っては打率2割5分7厘、46本塁打、100打点。投げては9勝2敗、防御率 3.18 という驚異的な成績を残し、アジア人として初となる満票でのシーズン MVP に輝いた2021年の大谷選手。日本では国民栄誉賞を打診されるなど強烈なインパクトを残しました。二刀流として世界中の期待を背に満を持して挑んだ翌年のシーズンでしたが、ファンの期待とは裏腹に開幕直後からスランプに陥ります。開幕8試合目でようやく今季1号2号が飛び出し、翌日にも3号を放ったことからいよいよ本領発揮かと思われました。しかしその後も再び鳴りを潜め、開幕から全18試合にスタメン出場したにもかかわらず、75打数16安打、ホームランはわずかに3本という前年の最優秀選手とは思えない成績に。この原因について米紙 USA スポーツは、技術面以上に二刀流の振る舞いにも原因がありそうだとバッサリ。その理由について、大谷はアンパイアのジャッジに不服そうな態度を見せるシーンが多い、特に打席では顕著で、自信を持って見送った球をストライクと判定されると審判に向かって手を振って苦笑いしながら入ってないとアピールするんだ、これは明らかに良くない行為だと分析しています。また大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏は次のように語っています。審判に対する態度も原因の一つかもしれません。メジャーではアンパイアに対して激しく詰め寄ったり、厳しい口調で抗議することはタブー。手を振ってアピールするだけでも審判によっては侮辱されていると受け止められかねないですからね。例えばイチロー選手はマリナーズ時代に判定に異議を唱えた結果、ベース周辺をバットでなぞる行為をして退場処分を課されたことがあります。メジャーの審判はストライク、ボールの判定にケチをつけられるのを嫌がる。大谷選手も手を振ってジャッジに異を唱えていただけに、審判の反感を買って判定が厳しくなっているのかもしれません。では具体的に大谷選手はどの試合で不服をアピールした結果審判の反感を買うことになったのでしょうか。メジャーリーグ特有の教育的指導。もともと大谷選手は試合中に審判から激励を受けたり、審判の方から塁上で挨拶をする姿など好感度が高いことは試合中の映像などからも見て取れます。しかし際どいジャッジに異を唱えたことで審判から反感を買い、それが成績不振につながっていたとされています。具体的な事例としては2021年5月13日のこと。この日大谷選手はダイヤモンドバックス戦で2番投手として先発しましたが、3点リードの5回ワンアウト1、2塁の場面で2塁に牽制球を投げようとしたところ、3塁塁審からボークの判定が告げられます。その後2アウトまでこぎつけるも、4番のエスコバーを打席に迎えた時、今度はセットポジションの静止が不十分だったとして、この日2回目のボークに。実は1回目のボークを宣告された際、大谷選手は大きく両手を広げながら抗議を行ったのですが、その直後のボーク判定だったことから、メジャーに詳しい解説者の間では教育的指導ではないかという見方が広がりました。巨人でエースとして活躍し、メジャーではワールドシリーズ優勝経験もある上原浩二氏は、メジャーあるあるネタですねと表現。また大魔神こと佐々木和弘氏も1回目の抗議が誘発したと指摘しています。さらに元パドレス球団アドバイザーも務めたメジャー経験豊富な斉藤隆氏は、過去に審判部長からアドバイスされたとして、ボークの判定は人によって基準が違うので難しい、だから曖昧な動作は取らない方がいいと紹介した上で、1回目のボークの判定に対する不服そうな態度が結果として教育的指導を生んだのではないかと語っています。2023年現在、大谷選手は審判とフレンドリーな関係を築いていますが、こうした審判団との軋轢を経てメジャーでの戦い方を学んでいったことがうかがえます。また
日本でプレーしていた頃、審判とはそれほど良い関係ではなかったとも。メジャーリーグで教育的指導を受け、プライドの高い審判と良好な関係を結ぶことで成績が向上したと語ったネビン前監督。では、一体なぜメジャーの審判はそこまでプライドが高いのでしょうか。メジャー特有の空気感。メジャーリーグの審判はアマチュアゲームから始まり、マイナーリーグで経験を積み、それからメジャーリーグの審判を務めることができます。その数はほんの一握り。つまり表舞台に立つ審判は相当な努力をしてきたトップレベルの人物ということになります。それでも微妙な判定についての批判は永遠のテーマ。現に大谷選手も微妙な判定に対して両手を広げ異を唱えたこともあります。そんな大谷選手に助言をしたのがメジャーリーグの先輩ダルビッシュ選手。大谷選手の2回連続ボーク判定について記者から問われると、メジャーにおいて1回不服そうな顔をするとアメリカの審判は敵になるとアドバイスをしています。この言葉が大きく影響したのか、大谷選手はそれ以降審判への接し方を一から見直し、際どい判定があっても和やかな対応をする姿が目立つようになり、結果として審判の心象が良くなり成績が向上することに。開幕から不調が続いた2022年の大谷選手ですが、5月以降は調子を取り戻し、最終的に打率2割7分3厘、34本塁打、95打点という素晴らしい成績を残しています。審判団の中には大谷選手に対して好印象を抱いていない審判も少なからずいるかもしれません。しかし誰もが認めるジェントルマンの大谷選手なら全く心配はいらないと言えるでしょう。真の三刀流。大谷選手の人間性がよくわかるエピソードとして、元プロ野球審判の佐々木正信氏は次のように証言しています。これは大谷選手がまだ北海道日本ハムファイターズに所属していた頃の話なんですけど、彼が先発した試合の球審を務めた時、私は四十肩も影響して肩を痛めていたんです。ボールを返球するのでさえ苦労していました。そのためいつもはキャッチャーにボールを返球してもらっていたんですけど、ある試合でどうしても自分が返球しなければならない場面があったんです。それを察した大谷選手は全速力で駆け寄ってきてくれて、佐々木さん肩痛いでしょうからボールを取りに来ましたと言ってくれたんです。29年間の球審生活の中でそんな気遣いをしてくれたピッチャーはいませんでしたよ。投球判定には異を唱えることも多かった大谷選手ですが、審判とのコミュニケーション術は日本にいた頃から身についていたと言えそうですね。また試合の最初の打席でお願いしますと言いながらバッターボックスに入ってくる選手は比較的多いようですが、大谷選手は必ず佐々木審判こんにちはと審判の名前を言いながらバッターボックスに入るとも、試合が終われば審判に対しても分け隔てなくお疲れ様でしたというようなごく自然にコミュニケーションが取れることも好印象を与える理由かもしれませんね。そんな大谷選手だからこそメジャーリーグでも審判との微笑ましいエピソードは絶えることがありません。不正投球の取り締まりが強化された2021年シーズン、粘着物質のチェックにも笑顔で応じ、審判にウィンクする姿には、大谷は本当に最高だなんてキュートな笑顔、誰もが彼を好きになるだろうなど多くの反響が寄せられました。さらに9月のマリナーズ戦でも微笑ましい場面が、7回10奪三振という素晴らしい投球を見せマウンドを降りようとした時、球審が大谷選手へ歩み寄ります。スタジアムは一瞬ざわつきますが、それが粘着物検査でした。露骨に不満をあらわにしたマックス・シャーザー投手やセルジオ・ロモ投手のように、投手であれば不正投球を疑われれば誰もが不快感を示すはず。ところが大谷選手は片目を閉じて素直に応じると、球場は一気に和やかなムードに包まれました。この映像をツイッターで公開した米国の投球分析家であるロブ・フリードマン氏は、ピッチング忍者年間ベスト粘着物質検査と題し、この和やかなやり取りを選出しています。また米スポーツ専門局 NBC スポーツのレポーターであるショート氏は、大谷はエリート級の優しさも兼ね備えている、真の三刀流だと大谷選手をユニークに表現。前代未聞の二刀流として毎年のように世界を驚かせてきた大谷選手ですが、来季以降も素晴らしい人間性で審判をも味方につけ、さらなる飛躍が期待できそうですね。皆さんは大谷選手に対しての微妙な判定についてどのように感じたでしょうか。
また MLB 審判の教育的指導という独自の考え方についても、ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。